顎引くってむずいね。でも野球なんてめっちゃ顎引く必要はしょうがない。あーなるほど、ボールも見なきゃいけないしね。あーなるほど、あれぐらいでいいのね。じゃあなるほど、いや全然ちゃうな、本当に早い。あ、広げてあんのね、もう。あ、これ幅広がってる、確かに。なるほど。うわーすごい。良いね。めっちゃ良いです。良いです。かっこ良いです。確かに全然違うね。印象は。倍ぐらいのストライドあるんじゃない俺が見た感じ。あの、いや12月のさ一番最初の時さめちゃくちゃ速くて半分ぐらいみたいなイメージだった。引き取ってるわけじゃない。そうだよね。わーすげえ。俺やってみようかな。メートル測る。あ、シナの線でいいや。3、40。押さえていこう。俺押さえていこう。はいはい。子供できた時は169って。大ちゃん、大ちゃん、何歳かけたんじゃん。何歳今20歳、成人してます。佐藤君にかでかいってことだよ。佐藤君にかでかいってことだよ。若干でかいやつ。僕よりかけるがもうちょっと。あ、じゃあやっとくよ。
ー美しい。中2本。ああそういうことね。あだから広いのか。結構ずれるね。なるほど。あむずい。めっちゃ踏んだ。めっちゃ踏む。中2歩これはそうやってピッチをっていうことなんですか。ピッチっていうよりかは反発回して、うん、足を上げて、はい、ピッチを上げる、はい、結果ピッチが上がる。なるほど。あ、やった方がいいですか。中2歩むずいねこれ。なるほど。これって超えてるのはオーバーストライドなの？超えちゃったらオーバーストライドってことなの？ピッ間にマーカーがあるのと一緒なんでミニハードル飛んでいければ幅広がっただけ。なるほど。じゃあピッチが整ってないからずれてきちゃうのか。そうしてください。セットって説明する。あーいいね。うわなるほど。いやめっちゃ綺麗。めっちゃ綺麗。